今度は合わせに行くボールになります長友。中央ヘディング、うん、決まった先制。島尾真手のヘッド、先制ゴールが生まれました。ホームグランセの中、そしてリーグ戦3連勝中の仙台が今度はアウトスイングボールですよね。長澤が飛び込んでですか、その後ろから島尾真手ですか。いいところに入ってきてますよね、はい、八塚ですよね、八塚の裏からですよね。